加藤智三郎、加藤智三郎、加藤智三郎、1861年4月1日、文久元年2月22日から1923年、大正12年8月24日は、日本の海軍軍人、政治家。階級は、海軍大将、没後減衰海軍大将。日露戦争で、連合艦退散傍聴、日本海海戦時。 第一艦隊参謀長兼任、ワシントン会議で日本主席全県委員を務める。海軍大臣、第八代、内閣総理大臣、第二十一代を歴任し、山梨軍宿やシベリア出兵撤兵を成し遂げた。議会は、正二位。軍統は第二位。高級は、高二級。尺位は四尺。海軍軍人として、 海軍省の時間を役れ陳住府司令長官、第一艦隊司令長官などを歴任した。その後、第二次、大熊内閣をはじめ、寺内内閣、現内閣、高橋内閣、加藤智三郎内閣と五つの内閣で海軍大臣に務めた。1921年、大正10年から1922年、大正11年にかけて、ワシントン会議に出席した。階級は、 海軍大将だが、没後に、元帥の称号を送られている。1922年、大正11年には、内閣総理大臣に就任したが、翌年、在職中のまま死去した。外務大臣の内田高裁が、内閣総理大臣臨時兼人として、加藤智三郎内閣を差配し、公認の内閣総理大臣が任命されるまで、政権を運営した。 同じく海軍大将であった加藤隆義は養子。小林製造海軍大将、早川三夫海軍中将。両者は、兄弟は、老いとする書物もあるが、加藤の兄弟姉妹に、早川姓、小林姓の者のはおらず、加藤との隕石関係については極めて疑問である。広島藩士、加藤七郎兵の三男として、広島城下大手町。 現在の広島市な各大手町に生まれる。父、七郎兵は、過六十三国の下級藩士だが、学識があり来一案らと共に、藩校の教授を務めた人物であった。幼年期に、広島藩校学問所、修道館、厳修道中学校、修道高等学校で、山田実地倉に学び、1884年、明治17年10月、 海軍兵学校7期卒業。1888年、明治21年11月、海大高校学生。日清戦争に、巡洋艦、吉野の法術長として従軍、庭園、鎮園を相手として、公海海戦に、大いに活躍した。日露戦争では、連合艦隊参謀長兼第一、艦隊参謀長として、日本海海戦に参加。 連合艦隊の司令長官、東郷平八郎、三宝長、加藤、三宝、秋山正幸らは、弾丸雨あられの中、戦艦、三笠の環境に立ち尽くし、弾が飛んできても安全な司令塔には入ろうとせず、兵士の指揮をこぶした。その後、海軍次官、呉陳述司令長官、第一艦隊司令長官を経て、1915年、大正4年8月10日、第二次、 大熊内閣の海軍大臣に就任。同年8月28日、海軍大将に昇進。以後、加藤は寺内、原、高橋と3代の内閣に渡り、海将に留任した。1921年、大正10年のワシントン会議には、日本主席全権委員として出席。会議に向けて出発する際、当時の原高首相より、国内のことは、 自分がまとめるから、あなたは、ワシントンで思う存分やってくださいとの確約を得た。全県代表として、会議に臨んだ加藤を、各国の記者などはその送信から、ろうそくと呼んで侮っていたが、当時の海軍の代表的な人物であり、88艦隊計画の推進者でもあった。彼が、米国発案の、553艦隊案を腰とする、軍備縮小に、 むしろ積極的に賛成したことが、公戦国日本の悪印象を一時的ながら払拭し、彼は一転して、危機の世界を明るく照らす偉大なろうそく、ドミラル・ステーツマン、一流の政治センスを持った帝徳と称用されたという。米国案の合点を、三の比率受託を決意した加藤は、海軍省宛け伝言を交ずつし、堀り定期地中佐、当時に次のように筆記させている。 1922年、大正11年、高橋内閣が、声優会の内紛でが会したのを受け、元老、松方正義は、過去4代の内閣で、海軍大臣を務めた、加藤智三郎を第一候補に、野党県政会総裁、加藤孔明を第二候補として推薦した。県政会は、当時衆議院での議席はわずかに100前後であり、声優会では、 加藤智三郎が辞退すれば、高橋への対面再降化もあり得ると考えていが、第二候補が加藤公明であることを知って、大慌てで、加藤智三郎と折衝し、声優会党員の入閣を求めず、無条件で支持することを伝えた。こうして1922年、大正11年6月12日、加藤智三郎内閣が発足した。対面がした加藤は、閣にあたって、 貴族院の最大会派の研究会から4名、交友クラブから3名の閣僚を取ったが、交友クラブは実際には貴族院における声優会の別同体だった。これによって加藤智三郎内閣は貴族院を支持基盤としながらも衆議院で声優会を実質的与党とすることができた。内閣総理大臣となった加藤が実施した海軍軍縮は減存する。 主力艦を沈めたり、スクラップ化するほか、海軍軍人の整理、削減、増兵小職行の大量解雇など、本格的なものであった。彼は自ら行った大軍核プロジェクトを廃棄してでも、より大きな国益のために軍縮を優先したのである。ただし、ワシントン条約に規定のない補助官邸では、拡大強化される面もあった。この時期、陸軍でも、昌兵。 和室の整理、縮小、在営期間を短くするなど、兵役期間の短縮などが図られた。当時の陸軍大臣であった山梨半蔵の名を取って、山梨軍縮といい、1922年、大正11年8月と1923年、大正12年4月の2度にわたって、実行に移された。寺内内閣の時に、ロシア革命への干渉戦争、 ロシア革命干渉戦争として始められたシベリア出兵はワシントン会議開催時点で出兵を続けているのは日本だけであった。会議で日本は条件が整い次第撤兵することを約束した。内閣は1922年、大正11年6月23日の閣議で、この年の10月末日までの宴会集よりの撤兵方針を決定し、翌日、 政府声明として発表。撤兵は予定通り進められた。残る日露間の焦点は干渉戦争の中で生み出された極東共和国を日露間の干渉国とすることと日本が保証占領していたロシアの北カラフトから撤兵することの二点にあったが、前者は11月15日に極東共和国自体がソビエト社会主義共和国連邦。 ソ連に吸収される結果となり、日本の意図は水泡に返した。1923年、大正12年2月1日、ソ連のヨフヘ中華全県代表が、後藤新平日露協会会頭、東京市長の招きで来日している。加藤無交渉に乗り気で、北カラフト問題や1920年、大正9年の二港事件小問題に関わる予備交渉が続けられたが、 ソ連側の代表交代などがあり、その後、日本で関東大震災などが起きたため翌年5月まで延期された。アメリカは、旧カ国条約の厳密な履行のために、日本が中国での特殊権益を保有することを認めたいし、ランシング協定の廃棄を要求し、1923年、対正12年4月14日、協定の廃棄、執行が正式に確認された。 ワシントン体制は原則として当該条約発行以降に日本を含む加盟国は新たに中国への優越的な地位を得ることを認めないという一面を持っていた上日本側は山東省の利権を放棄したので国内では協調外交への不満が蓄積されていった。陪審法を成立させた第46帝国議会後の1923年 大正12年5月15日、ワシントン会議の後始末が一応終わったことなどから、加藤は自身が兼任していた海軍大臣として新しく宝部表を起用し、新たな政策を準備していたが、8月24日、首相在任のまま大腸がんの悪化で、青山南町の指定で臨終を迎えた。去年63、公表では8月25日、そのため、 外相内田高裁が内閣総理大臣を臨時兼任したものの、その8日後に関東大震災が発生し、日本は首相不在という異常事態の中でこの大災害を迎えることとなった。加藤内閣では、世間では政党内閣に逆行する逆転内閣、あるいは政友会との裏のつながりから変態内閣と評されたが、シベリア鉄平や軍縮の実施、 バ信制の導入など、短期間ではあったが重要な課題を遂行した内閣であった。詳細は、加藤智三郎内閣を参照のこと。海軍でも1、2の主号で知られ、総理在任中も飲み過ぎで、大腸がんにかかり他界したのでは、とまで言われた。その、加藤の亡骸は、減水府に列せられ、海軍層に伏せられることになった。現在、 東京都港区の青山霊園を墓所として埋葬されている。加藤は女性の船越高吉を養子に迎え入れようとするも、生前は果たせず、高吉は1923年、大正12年11月20日戸籍上の手続きを完了して、加藤家の家督を相続し、同年12月10日就職の沙汰を得て、死釈となっている。1935年には、 広島市南区の七山公園に、原水塔に手をかけて立つ、姿の銅像、高さ約4メートルが建てられた。しかし、太平洋戦争時の金属類回収例で教室、銅像と由来の石踏みともに取り除かれ石像の土台部分のみが残っている。2008年、広島市中区の広島市中央公園内に、ワシントン軍縮会議時のフロックコート姿の加藤の、 銅像が新しく建立され、没後85年にあたる2008年、平成20年8月24日に除幕式が行われた。なお、大手町第二公園には、成果があったことを示す石碑があり、2015年2月22日石碑の横に、加藤についての説明板設置された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。